はい、では突入しまーす。ドゥン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 、偉大なるブレイカー、ドゥン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 を倒します。変な人って言った今。なんとなくこれ使っとくか。これを使うよ。ここもラストにしたいんだよね俺は、冒険の。んで、ロジリングのこれか、不思議ランタンも使っておくと。かわいいと。はい、火のセーターから拾っておこう。こいつはもう一撃やんね。ほれ、オッケー。よし、じゃあこれでレア重視で終わらすと。みんなでやると簡単ですね。いいねいいね。たくさん集まりました。さあな、おお、いたいたいた、お前やな、どう見ても。よし、一応やるか、うん、おお、なにこれなにこれ。強敵を撃破せよ。はい、撃破します。かしこまりました。つうわけで、竜話の飛躍で、おお、めちゃめちゃヒットポイント増えてる。よう見たら。ゲージを上げて、これでいこうか。これをじゃあ、リンカちゃんに使う。で、リンカちゃんはクラックショットを例によってかます。地面ごと片付ける。オッケー。で、ダブドロの、スラグフィギュア、スラグフィギュア、うん、これでいきましょう。ダブルフィギュアでいきましょう。これで終わってしまう可能性が非常に、あ、っていうかエスカーがもうアイテム強いんや、使ったら違う？どうなんやろ。エスカーだけめちゃくちゃ強いよな。だってあの時点でもう、あ、そうか、敵複数いるから2000いったんか。もうグダグダやな、俺の説明も。行っちゃって。デレレレレン、デデレレレレン。はい、どうよ。あ、死んでないかも。でっかい投げてきた。これはありがたい。これなんか手に入るんだよな。これ。よしよし、スラムの電極。あんたすげえな。あんたすげえよ。もっと投げて、もっと投げて。それはダメージか、お前。備えあれば。リフィールなんか。え、あ、そうかそうか、自分に回復するんだよね。オッケー、なんだなんだ。え、半分しか入ってなかった。こいつできる。じゃあ、だったった。じゃあリフィール何個をリンカちゃんに使っとこうかな。使っときまーす。で、アイテム竜の飛躍。あ、全員上がってんのか。じゃあやることないな、もう。何するよ、無双絵本でも放り投げとくか。で、次のロジーの時にスラグフィギュアかましますか。うん、ヒットポイントも回復するもんな、なぜかしら。おー、スマッシュ。いくぞ。行っちゃって。強すぎやろ。強すぎやろ。レアメタル投げ、これは美味しいんちゃうか。スラグの地獄。撤回投げ、これも美味しい。ミスったらあかんやん。避けたらあかんやんか。では、エアトブリッジと、間違えた。エアトブリッジとスラグフィギュア。これでどうだ？オッケー。ドーン。315。多分、エスカのアイテムを投げん、あ、違う、使うのが強いんじゃないかなと、私は予想しましたが、どうでしょうか。ここで一気に。はい、そしてエスカのスラコフィギュアきます。さあ、もうほとんどの敵へのとどめがこのカットとなっておるかと思います。さあ、どうや。6495です。合計死んだか、さすがに。余裕でした。スキャンフライヒョン。はい、何か絵のあるドラゴンスケール、プロトファントム、なんか、ええんちゃうねえ。なんかええやん。おい。おい。ええやん、ええやん、ええやん、ええやん。ねえ。戦闘装備。ロジーやろ、今の武器。おー、でもまあ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 、ここまで上がってくれるなら OK かな。これは微妙か。お兄ちゃんにはいいんちゃうか。うん、お兄ちゃんにはいい。うん、久々にいいやん。でん。あとはここで終わらしてしまおうかな。うん、8やもんね。希少材料編、最終は分担、じゃあもう一回別のマップで、いや
終わらしたい。日付がもったいない。異物発見しよう。ねえ、何かあるの？マジペイ、これラーバキューブやから、これ分解しようか。うん、シルフィーの魔眼、これ分解で。いいね、こいつはすごい発見だよ、うん。で、エリアマップ行ってと。さて。で、探索装備の、これ使って帰ろうか。うん、使う。アトリエに帰ると。ええやん、ええやん。これいいかもな。日付かなり節約できるのはありがたいね。分解する分解する。これいらんねん。お、虹色中和剤。これは嬉しいな。メルトテッコ1個残しとこうか。うん、オッケー。1万2000円ゲットです。うん、片道日数。これはありがたいわ。マジで。で、納品を2つ残すのみとなりましたという感じやな。で、町の入り口。これ終わるんちゃう？じゃあ。結構ええの取ってきたもんな、竜。さっき竜めっちゃ倒してきたからな。何がいいの？竜の背びれ2個、王者の翼なら3つか。鱗持ってないな。ああ、あるやん。結構少ない。これで許してくれへん。ってことは、翼3ついっちゃう？ん？どうするどうする？ 2 つ ?2 つ。いや、待てよ。これ3つでいっか。うん。オッケーオッケー。しゃあない。よし、じゃあ残るは納品を残すのみとなっておりますね。どうよ、調子は。依頼リスト。よし、竜の牙とエーテルなんとかと金色のなんとか。エキシザやってるワードストーンは無理。じゃあ分裂を3つぐらいしとくかな。幽霊の被り物、これとこか。じゃあ、無理なんか。待て待て待て、なんかないかな。さっき放送手をしてと。どうも、オッケー。ごめんごめん、怒られた。オリフォニーのみであげれば、しゃあないな。しょぼくれたやつをあげて、レヘルンは無理、群青をあげる、水の結晶をあげる、グラスコアもいくらでもあげる、コケグサは、まあ、あげるか、うん、ちょっとお菓子が欲しいんですよ、私は。こんなもんかな。はい、どう、これできる、依頼する、はい、しんける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 け原書の、原書、原書いっとこう。かっこいいこれ。原書2つ。オッケー。依頼リスト。原書も終わらそうじゃん。お菓子めっちゃあもんな。よしよし。えいへいへいへい。で、原書終わらして。手巻きの糸、アイアンボード。装飾コランダムってすげえ。やん。あ、メルトテッコいっとこう。うん、メルトテッコいっときましょう。じゃあこれは、6つぐらいとか。うん。で、依頼リストのこっから。まあ、30日ぐらいに減らしておきますか。いいね。で、開発班オフィス。はい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 、マリオンさん、どうすか。はい、グッジョブ。あとは、果実レーション3つ。果実レーション3つ作らなあかんってことか。任してくれよ。アトリエ。どれを調合しよう。果実レーション、果実レーション。果実レーションって何？あったあった、これ3つか。意外に大変じゃないか。だってこれ個数増やせんもんな、実を言うと、これ系は。材料、何にしよう。あ、じゃあ分裂してもらったらいいか。うん、そっちの方がなんかいい気がするんで、回復固定しとこうかな。これでいい？うん、オッケー。で、果実レーションが完成。ただこれ1個しか作れないということなんで、これを分裂してもらいたいという思いがございます。はい。依頼リスト、どれか終わらそうか？これ終わらそうか？メルトテッコ終わらそうか、じゃあ、ね。はい、6個上げて、メルトテッコ終わらして、ま、依頼する回復の果実レーション。これを、3つ増やしてもらって、で、依頼リスト、果実レーションを、23個も終わらへんのかいな、お前これ。やられた。じゃあ、まあ、23個お菓子あげて、残り22日にしときますか。うん。しゃあないな。依頼見る。それやったら作った方が良かったっていう話やけどな。うん。じゃあまあとりあえず、あれやな。うん。イベント見に行こう。はい、ではですね。残り、祭り料理の納品のみですけども、これは時間が経てば解決してくれる状態にしてるので、竜の拳、レイファーさんのイベント行きます。よう。その前に、どう？調子どう？調子はそんな良くないか。まあまあまあ、しゃあないか。調子はまあ日によって変わるからな。どう？エスカちゃん、ちょっといいかい？うん、ええで。はい、なんでしょう。
あれかな。この間のハリーの旦那との勝負の件だけどよ。うん。覚えてるかい？覚えてる覚えてる。ああ、掘り出し物の話ですよね。結局どうすることにしたんですか？うん、どうするの？あれから考えたんだが、料理。今回はズバリ料理関係を出してみると思うんだよ。まさかすぎたけど。お料理でいいんですか？確かに錬金術で作れますけど、うん、いいのかな？どんな料理？旦那にグーの音も言わせないようなものだったら本当に出すものは何でもいいんだって。美味しければいいってこと？錬金術のびっくり料理でもさ。それに旦那もおかしなものを持ってくるに決まってんだろ。ここは意外性で勝負だ。レイファー相当旦那好きやな。それにしてもなるほど。でもどうしてお料理なんですか？掘り出し物勝負なんですよね。うん、そうそう。そこでこれだ。俺っちが旅をしていた頃、珍しいと思った調味料をメモしてたやつがたまたまあってな。たまたまこれだと思ったわけよ。はいはい。こいつを使えばどんな食い物でもたちまち絶品になるって寸法よな。どう思う？なるほど。どう思うっていう英声で言われてもな。掘り出し物として出すんですね。意外と面白そうです。乗ってきたで、スカちゃんも。慎重さが相変わらずあるな。俺は何か作ったりするのは全然ダメなんだ、うん、できたものをぶっ放したりするのはいいけど、ちまちましたのは性に合わなくてさ、うんうん、そんなキャラクター多いなこのゲームは。慣れると結構楽しいですよ、うん、そりゃ遠慮しとくぜ。楽しめるようになるまでやってたらじいさんになっちまうよ。ここ受けるどこか、んどうなんや。そこでエスカちゃんにこの調味料をちゃちゃっと作ってもらおうって寸法よ、うん、俺っちの用意した作り方とエスカちゃんの錬金術合わせればきっと旦那にも勝てるさ。いいね、勝つさ。そういうことだったら喜んで協力します。オッケーオッケー。私もその珍しい調味料でお料理とか作ってみたいですし、うん、さすがはエスカちゃん、錬金術師様の鏡だぜ。これがそのレシピだ、うん、これは作れるってことかな。調味料を持ってきてくれれば仕上げはこっちで持つからよ。うん、わかりました。じゃあ出来上がったら持っていきますね。オッケー、よろしく頼むぜ。シャン、渋いやんけ。秘伝激辛激辛メモのレシピを手に入れましたと。なるほどね、了解っすよ。情熱のスパイスを1個納品すれば、OK ですね。では早速作ってしまいますか。秘伝劇からメモを読みます。情熱のスパイスの作り方を覚えると。じゃあ早速どれを調合しよう。早速これやな。もし調合可能でございますよ、適当に入れてと、うん、では早速レイファーさんに持っていきますか。どういう調子は。ほい、さあイベントの続きいきましたよ。レイファーさん、頼まれていたものができましたよ。うん、いっぱい採取しといてよかったな。ありがとうよエスカちゃん。どれ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 。そうこれだよこれ。この喧嘩売ってるような見た目と匂い、そして舌を焼く辛さ。喧嘩売ってるだあんた。これこそ俺っちが遠くの雪深い北国で出会った調味料に違いないぜ。いいねいいね。だいたいレシピの通りに作ったと思うんですけど、本当にこれで合ってるんですか、うん、こんなのもし料理にかけたりしたら辛くて味もすごく濃くなっちゃうような。うん、いいんちゃう。それがそれで辛くなるだろう。でもそこがいいんじゃねえか、うん、そこやな。普通の料理を食ったってどうにも味が薄くて仕方ないんだけどよ、この通り調味料を工夫すればどうにでもなっちまうって寸法よ。なかなかいいだろう。なかなかええのかそれが。それで本当にいいのかな。レイファーさんって濃い味付けが好きなんですか。どうなん。まあそうだな。そうじゃねえとなんかまあなって感じにならねえし。お菓子とかうまいもんな。どれでもジャムを混ぜて肉はこいつをたっぷりかけて。味覚いってもうてるやんこれ。そんなの食材に対して失礼。食材に対して失礼。名言きました。食材に失礼なんてエスカちゃんも面白いこと言うな。うん、名言やもんな。ないものをもっと上手くするために手元にあるもので工夫するってのは大事なことだぜ。左目でちょっと見てる。まずい食材もこれでなんとかなるし、味付けはまさに万能の料理方法ってわけよ、うん、塩コショウでなんとかなるっていう感じやな。言ってることはわかりますけどなんだか納得できません、うん、レイファーさんは
料理する人の気持ちを考えて自分でも料理してみるべきです。喧嘩勃発してモテるけど大丈夫これ。珍しく言うね。でもそうだな、この調味料があったら俺でも何か作れそうだ。兄ちゃん、そうですよ、自分で料理して食材にちゃんと感謝。食材に感謝、なんか漫画であったな、そんな。じゃあ作ってみようかな。できたら試食してみてくれよ。え、し、試食するんですか。この調味料を使ったお料理を。エスカちゃん目見て喋ろうや。そりゃそうだろな、レイファーさんの。俺っちに任せろって。料理する人の気持ちになりてえんだよ。うん、えっとどこ見てんの。試食だって私にはもったいないですし、最初はハリーさんに食べてもらうのが一番ですよ。うん、逃げてるで。そうだね、やっぱり一発勝負で爆笑ですわ。ハリーの旦那に食わせてみるか。うん、それがいい。私のことからかってますよね、レイファーさん。いやいや、ちゃんと感謝してるぜ。調味料だけじゃなくてアドバイスまでもらっちまって悪いな。うん、へへへ、今度こそハリーの旦那にギャフンと言わせてやるぜ。いいね。違う意味でギャフンって言いそうな。うん、ハリーさんごめんなさい。ごめんなさいというオチでございましたと。うん、あれ何これ。急にこんなん出てきたけど、いつの話をした今。よ、いつの話やったのな今の。なんかそういや誰やったっけ、アウィンでもこういうのあったような、まだここに出てないのに終わったでーっていう感じのやつはありましたよね。ではあと39日また例によって余ってしまったから、やっぱり錬金をしていくか。よし、ちょっとじゃあまた錬金をするかわかんないですけど考えます。お、もう完成してしまったけ。これどうしよう。わ、黄昏の空へ行けてしまうんちゃうか。未開発地方特別調査局コルセート支部の長い歴史において、とこ持ってきやがったなおっさん。今をもって新しい歴史が生まれた。セリフ吐いてんな。それは